ええー、こんにちは。レトスのおのです。3月10日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。やる気がなくならない限り、失敗はありえない、えー。哲学者であるエルバート・ハバードの言葉です。やる気っていうのは、勉強において非常に重要な要素です。やらなければいけないけれども、やる気がないと勉強はできません。そんな時、何か対策を考えていますでしょうかやる気を出させるスイッチは人によって異なります。私はやる気がない時は勉強しません。 これが一番の解決策になっています。えこうすることによって逆にやばい、やらないとまずいなっていうふうに思うんですね。で、その結果やる気が出てきます。あなたにとってやる気スイッチは何かを探すことは非常に重要なことです。ぜひ探してみてください。そして個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなってしまいます。丸空きではなかなか卓球に合格するのは難しいです。実力がついていないな、理解できていないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。 今から理解学習を実践できれば今年の試験には十分間に合います。ぜひご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますのでそちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。A 所有の土地が A から B、B から善意無価値の C へと売り渡され移転登記もなされたが、A の錯誤が原因で AB 間の契約が取り消された。 この場合 A は登記なくして全員無過失の C に対して作語による取り消しを主張できる丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれツですね。で、問題文の状況を図にするとこんな感じです。A が B に土地を売り渡して B がこの土地を C に売り渡したと。 まあいう状況なんですね。で、C さんっていうのは A さんが勘違いをして売っちゃったよってことを善意無過失。つまり、何の落ち度もなく知らなかったということですね。無過失っていうのは落ち度がないということで、善意っていうのは知らないってことなんですね。え何を知らないかっていうと、A が勘違いして売ったこと。つまり、A が、えー、作後に陥っているということを知らないってことですね。で、知らないし、 それに対して何の落ち度もないんだ。無過失なんだという状況です。で、この状況で A は C に対して取り消しできるかって言ってるんですけれども結論から言うと取り消しできないんですね。この錯誤により取り消しっていうのは全員無過失の第三者に対して対抗できないんですよ。今回 C さん全員無過失ですよね。つまり A さんは C に対して対抗できない。つまり A はこの土地返してっていうふうに C に 言えないんですね。つまりもうこの土地っていうのはもう C さんのものなんだということになります。これは登記の有無は関係ありません。まあ、今回 C さん登記持ってるんですけども、C さん登記なかったとしても、登記があったとしても関係なく全員無過失であれば保護されます。で、今回の内容については個別指導のテキストの P5、5ページですね、に記載しております。で、昨日の動画の最後の成立要件及び例外ですね、 え、表意者に重過室があった場合でも取り消しができる。その場合については、テキストの4ページですね。こちらに表でもまとまって整理されていますので、必ず確認していただければと思います。で、問いにですね。えー、宅検業者の免許の有効期限は5年で、免許の更新の申請は、有効期間の30日前までに行わなければならない、丸かツかという問題です。えー、答えは、ツですね。 この部分が誤りです。30日前までに行わなければならない。ここが誤りですえ。免許の有効期間5年。これは正しいです。ただ、免許の更新っていうのは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならないんですね。90日前から30日前までのこの間に行う必要があるんですよ。問題文の30日前までってなってくると、例えば、まあ、200日前とかでもいいことになるんですよ。それはダメですよね。 例えば4ヶ月前。これ120日前ぐらいですかね。これだと早すぎるから、これもダメですし、また、えー、有効期間満了の日の15日前。まあ、これだと遅すぎるんですよね。これでもダメだと。この間でやってくださいねって話です。で、えー、これだけ覚えるのは、まあ、非効率なんですよねで。個別指導では4つのポイントを、えー、お伝えしております。まあ、こういった部分ですね。関連ポイントを合わせて勉強すると。これが重要なので、まあ、こういった勉強ですね、ぜひ、えー、自ら行っていきましょう。 で、問い3ですね。A が所有する監視区域内の土地え、面積1万平米を B が購入する契約を締結した場合、A 及び B は事後届で行わなければならない。丸か罰かという問題です。え答えはえ罰です。この事後届でっていうのが誤りですね。まあ、正しくは事前届でです。監視区域っていうのは、 事後届けでではなくて、事前届けで。つまり契約する前に届け出が必要なんですね。で今回特別に合わせて、えー、覚えていただきたい部分をお伝えいたします。え監視区域内において事前届け出が必要となる面積。これは都道府県の規則。これで定められます。この面積っていうのは事後届け出よりも小さい数値で定められるんですね。例えば、事後届け出の場合、市外科区域内では、 2000平米以上でで届出が必要ですよね一方で事前届け出の場合っていうのは市街区域内では例えば100平米以上の取引で事前届け出が必要といった感じでこの2000平米よりもちっちゃな数字で定めますつまりより小さい面積での取引これも届け出の対象になってくるというわけなんですね なぜかというと、監視区域っていうのは、それ以外の区域、つまり、事後届での区域よりも、地下の高騰の可能性が高いんですね。なので、より注意深く監視が必要なんですよ。そのため、事後届での面積、まあ、2000平米よりも、小さい面積で定めて、届出をするようにしています。で、さらに追加で頭に入れていただきたいポイントとしては、事後届での場合っていうのは、 買い主のみが届出義務者でした。つまり売り主っていうのは届け出しなくてもいいんですね一方で事前届け出の場合っていうのは売り主と買い主双方が届け出義務者となりますのでこの点も合わせてえ頭に入れていただければと思いますそしてはじめにもお伝えをした通り個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなります丸暗記ではなかなか宅見に合格するのは難しいので今現状で実力がついていないな 理解できていないなっていい。ななう方は、個別指導をご検討ください今から理解学習を実践できれば今年十分合格していただけます今年絶対合格したいっていう方は是非個別指導をご検討くださいあなたの受講をお待ちしておりますレトスの小野でした